行くの？誰かがルサカを救うために立ち上がらなきゃいけないんだ。ミシャ、それが私ではいけない理由があるのか？行かないで。ねえ、お願い。それか、僕も連れて行って。お願い、離れて行かないで。私がいなくても、お前はどうやって前に進めばいいか知っているだろう。勇敢なミーシャ船長、コンパス号が待ってるぞ。お前は私よりもすごい冒険家になりたかったんじゃないのか。行きなさい、あの列車に乗り、そして自分の旅を始めるんだ。ミハイル、どこに行くんだ？ラウンジの掃除をしてきます。車掌さんと約束したので。待て、行く前に答えてほしいんだが、この時計はお前が直したのか？え、はい。俺はこの時計がどんなだったか知ってる。鎖は切れ、裏蓋は壊れ、文字盤もほとんど見えないくらい摩耗してたのに、どうやって直したんだ？どうやって直したかはうまく言えないんですけど、直せることは分かったというか。針です、アムンゼンさん。時計の針はまだ動いていて、正しい時間を指していました。だから他の部分もなんとかなったんです。お前、これからは俺と一緒に働け。ずっと列車をいじりたがってただろ。今日からお前は列車の整備士だ。車掌には俺がうまく言っといてやるから。でも僕は時計の直し方しか分かりませんし。心配するな。一つ分かればおのずと他のことも分かるようになる。足りない部分を補えばいいんだ。俺が教えてやる。ラグウォーク、どこへ行くんだい？そろそろ次の目的地へ出発する時間だよ。僕は行かないかもしれない。実はラザリナやティエルナンと一緒にアスデナに残ろうと思ってるんだ。おや、ここは君に故郷を思い出させたのかな。アスデナの人々は小さな勝利を手に入れただけで、本当の自由にはまだ程遠い。ハヌネは僕たちを必要としている。大丈夫、全ての旅が星の海へと向かうわけじゃないから。列車を離れても僕たちの開拓は終わらないよ。いや、君たちを引き止めることができないのは分かってたから。安心して行っておいで。あと、これも持っていくといい。これはアムンゼンさんの帽子。どうして？彼がいなくなるとき、それを自分の一番弟子に渡してくれって頼まれたんだ。今がその時だと思って。さようなら、ラグウォーク。ティエルナンとラザリナの面倒を見てやるんだよ。それから僕たちに手紙を書くのも忘れないでね。時計屋、どこに行くんだ？心配するな、ミカ。ちょっと遠出するだけだから。誰かが青函開拓の最前線に行かなくちゃならないんだ。今のピノコニーには元ナナシ人が一人しかいない。僕ではいけない理由があるのか？あんたしかいないからこそだよ。ティエルナを忘れたのか？銀河は昔と違ってすごく危険なんだ。あんたまで失ったらピノコニーはどうなる？逆に聞くが、僕たちが活路を見出せなかったらピノコニーはどうなると思う？ティエルナ、忘れるはずがない。眠れない夜はいつもどうして彼と一緒に旅立たなかったのか自問しているからな。
七死人の歩みは止まらない。大丈夫だミカ、ただ昔の仕事に戻るだけだから心配しないで待っていてほしい。だがもし、もしもの話だが、もし僕が生きて帰ってこられなかったら、次の時計屋は君に任せたい。じいさん、どこに行くんだ？おや、いたのか。俺の質問に答えてくれ。あんた、何をするつもりだ？肩の力を抜きなさい、ギャラガー。ただ素晴らしいアイデアを思いついたんだ。聞きたいか？もうやめてくれ。あんたのアイデアは自分の身を顧みないものばかりだ。じいさん、こんなこと俺も言いたかないが、ピノコニーのかつての英雄はもうあんたしかいないんだぞ。もしあんたが死んだら、性格の秘密はもう二度と日の目を見ることはないだろう。そうだな、もうピノコニーが歩める道はないのかもしれない。だからアスデナの外に目を向けるしかないんだ。盛大な宴を開こう。時計屋の遺産を口実に、そして全銀河に招待状を送り、人々をここに集めるんだ。自分の自暴自棄にファミリーを巻き込むつもりか？まだ君がいるだろう。これは確かに難しいことだが、これまで歩んできた道の中で難しくないことなんてあったか？ああそうだ、どんな方法を使っても構わないから、必ず請求列車に招待状を届けることを忘れないでくれ。ミーシャ、どこに行くんだい？ああ、クロックボーイ、ドリームリーフに連れて行ってくれないか？昨夜、とても長い夢を見たんだ。僕たちが出会ったあの日の夢を、その夢を記録に残したい。記録に残したいって何のために？大事なことを忘れないようにするためさ。クロックボーイ、君はまだ自分の名前の由来を覚えているかい？もちろん覚えてるよ。君は子供の頃時計工房で暮らしてて、壁掛け時計や懐中時計と一緒に育ったって、みんな最高の友達だったって僕に話してくれたじゃないか。そうだな、だがこの話の裏に面白い誤解があったことは話していなかっただろう。まだ幼かった頃のある特別な懐中時計のことが深く記憶に残っているんだ。その時計はいつもおじいさんと一緒に海に出て、彼のために進むべき方向を示してくれていた。僕もそんな懐中時計が欲しいと思っていたんだ。そんな時、君が僕の夢に現れた。そうだよ、僕たちは毎晩コンパス号に乗って出航するんだ。だが知っているか、おじいさんがその懐中時計をくれた日、僕は初めて気がついた。それが懐中時計ではなくコンパスだったということに。だから君の名前は本当ならコンパスボーイになるはずだったんだ。そして時計屋こそが
七死人なのさ。